航空自衛隊が導入している F-3 護衛戦闘機ですが、F-135 エンジン共振問題が勃発しているとの情報をキャッチしました。今回は、この F-135 エンジン共振を詳しく見ていきます。燃料管破損リスク低減した、米国の対策が、発表日本でも対策されますが、超危険なんです。2023年7月4日、日本の航空自衛隊でも導入を進めている、いわゆる第5世代戦闘機である、アメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2について、機関部を制御する部分のトラブルを回避するため、対策が行われたことが明かされた。今回判明したのは、F-35 ライトニング2において、一部の機体とはされるものの、共振現象が原因で機関部の制御に関わる配管が破損する危険性が生じる恐れがあるという内容で、アメリカ側から今年2023年の3月から3ヶ月以内に対策を施すよう通知が行われていたものだ。アメリカ側はこの対応のために対策の部品を日本を含む F-35 ライトニング2の導入国に供与すると同時に、その部品を機関部に組み込むことを求め、その作業手順を指示、航空自衛隊は保有する同機への対応を終えたとされる。ただし、今回供与された対策部品とその組み込みは、あくまでも現状で F-35 ライトニング2の事故を予防するための暫定的な対策であり、今後もアメリカ側は新たに抜本的な対策として、新たに設計、製造された当該箇所の部品を2023年内に再度供与して最終的な対策とする見込みである。暫定的な対策として今回用いられた対策部品は、機関部に燃料を運ぶ配管に対してその量を調整するオリフィス板を組み込み、形式とみられ、そこで発生する可能性のある振動を抑えるもので、取り付け自体も変異だと考えられている。アメリカ側が自ら暫定的な措置と前置きしていることでも明らかなように、オリフィス板を組み込むという対策は簡易である。反面、長期的に見れば他の不具合につながる可能性も否定できず、F-35 ライトニング2の運用国としては頭の痛い問題だろう。この問題が顕在化したのは、実は、2022年12月に発生した事故によるもので、これは、アメリカ海兵隊向けに納入予定であった F-35 ライトニング 2B 型が、フォートワース海軍航空基地で垂直着陸を行おうとした際に起こったものである。当該の F-35 ライトニング 2B 型は、垂直着陸に失敗し、機体は損壊、操縦者は緊急脱出したが、調査の結果から、機関部に燃料を送る配管が共振現象によって破損したことが原因で発生した事故だと判明するに至った。この事故を受けてアメリカ軍では一部を除き F-35 ライトニング2の飛行を一時停止させ、2023年3月には前述した機関部に燃料を送る配管が共振現象によって破損したことが確認されたため、 JPO、ジョイントプログラムオフィスを通じ、すべての同機への対策を指示していた。これに基づいて行われたのが、今回のオリフィス板を組み込む暫定措置であり、F-35 ライトニング2の JPO、ジョイントプログラムオフィスでは、事故は極めて発生する可能性は低いとした上で、対策の部品の取り付け自体も変異であると述べていた。日本側でも保有、運用する航空自衛隊の F-35 ライトニング2に対して、アメリカ側が供与した対策部品の組み込みを完了させたことで、同機の運航上の安全性は確保されている状況であるとの認識を示している。さて、F-35 ライトニング2の機関部自体だが、
アメリカの航空機用機関部の主要製造企業であるプラット&ホイットニー社が開発を行った、アフターバーナー付けのターボファン型ジェットエンジンの F135 が搭載されている。現状は、このプラット&ホイットニー社製の F135 が F35 ライトニング2の機関部として独占的に供給している状態であり、この F135 は、元は、世界初の量産型の第5世代戦闘機である F2 にラプター用に製造された F119 を原型としている。F2 にラプターは、総初の戦闘機であるため、当然ながら機関部である F119 を2機搭載しているが、単発機である F35 ライトニング2の機関部は、もちろん F135 を1機搭載する形式である点が、両機の構造の大きな相違点となっている。F119 では、高圧用、低圧用の2つのタービンともに、1段式の仕様となっていたが、F135 では、高圧用は、同じ1段階の方式を踏襲いているが、低圧用では、2段階方式に、新たに変更が施されている、機関部となっている。F35 ライトニング2の機関部である F135 に関しては、F2 にラプターで採用された F119 に比して、メンテナンス性をより簡易化することがコンセプトに盛り込まれているため、実に4割ほども構成する部品点数自体を減らすことに成功している。また、こうした部品点数そのものの削減によるメンテナンス性の向上に加えて、F35 ライトニング2の機関部の F135 では、構成されるすべての部品が、わずか6パターンの工具のみで、取り付け、取り外しが行える仕様で設計、製造されている。こうした取り組みによって、F35 ライトニング2の機関部の F135 では、同機の整備拠点が備えるべき機材も、従来の約半数の設置で済むようになっており、最新鋭の戦闘機でありつつ、メンテナンスの効率を格段に向上させたと言えよう。F35 ライトニング2の機関部として、ここまでは、それを、プラット&ホイットニー社製の F135 として総称してきたが、同機自体が、通常滑走路仕様の A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、カタパルト装備の航空母艦用の C 型の3種類に分かれている。そのため、F135 エンジン自体も、これら機体の3種類に対応した専用型が用意されており、A 型用が、すべてのベースである F135PW100、B 型用には、短距離離れ、陸垂直着陸を実現するべく、大型リフトファンを備えた F135PW600 が搭載されている。そして、最後の C 型用には、艦上戦闘機として、洋上での運用が前提とされるため、塩害を防止するための専用型である F135PW400 が搭載されており、用途の異なる機体を、5つのプラットフォームで生み出すという、F35 ライトニング2のコンセプトの具現化にも貢献している。ここまでの技術からしても、現状では F35 ライトニング2の機関部については、プラット&ホイットニー社製の F135 が独占を行っていることには間違いはないが、そうした架線の状態を好ましくないと考える動きはもちろんあった。そのため、ゼネラルエレクトリック社配下の GE アビエーション社や、イギリスのロールス・ロイス社によるF35 ライトニング2用の機関部として F136 の開発も進められていたが、2011年末にコストや将来性を検討した結果、その動きは中止が決定された。以後、アメリカ本国では F35 ライトニング2の機関部については、現行の F135 に変えて、その改良型の F135EEP とするのか、プラット&ホイットニー社、及び、ゼネラルエレクトリック社が、開発を進める新型のアダプティブエンジンにするのかの議論が続いている。
日本を含む数多くの F3 後ライトニング2を採用している西側諸国は、今後アップデートされる F3 後ライトニング2のブロック4以降をめぐり、アメリカ側が、いかなる選択を行うのかを黙って見守るしかない状態となっている。これまでは、運用側のアメリカ空軍と製造元のプラット&ホイットニー社は、今後の F3 後ライトニング2に対しても、改良型の F135EEP エンジンを推しており、前者は経費の節減、後者は、現行同様の供給体制の独占を継続したいとの思惑が見て取れる。逆に、健全な競争をさせるべきではないかと考えるアメリカ議会は、プラット&ホイットニー社、及びゼネラル・エレクトリック社が、開発を進める新型のアダプティブエンジンを採用し、供給先の分散を行うべきだと考えているとされてきた。F3 後ライトニング2の設計を担当しているロッキード・マーチン社は、いずれの機関部にも対応可能という姿勢を続けていたが、最近になってアダプティブエンジンを採用を推奨する方向を明確に打ち出してきている。